これで基本の肉じゃがの出来上がりです。和食の基本ですので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しいです。皆さんこんにちは。今から基本の肉じゃがを作っていきます。材料を紹介します。人参、じゃがいも、玉ねぎ、牛肉、白滝、みりん、お酒、お砂糖、濃い口醤油です。では作っていきます。はい、では作っていきます。まずお鍋に火をつけます。そしてまず油を引きます。そして牛肉を炒めます。このように牛肉に火が入りましたので、野菜を入れていきます。玉ねぎ、そしてじゃがいも、人参、白滝、全体に炒めていきます。じゃがいもの表面が透明になるぐらいまで炒めてください。そうすることで、この後煮込んでいった時に野菜の煮崩れを防ぐことができます。じゃがいもの表面が透明になりましたので、まずお砂糖を入れます。はい、そして全体に絡めます。お砂糖を一番最初に入れることで野菜に味が染み込みやすくなります。そしてこのように全体になじませてもらって、お水を入れます。はい、そして蓋をしてもらって、野菜に火が通るまで10分ほど煮込んでください。はい、10分経ちました。はい、いいですね。では調味料を入れていきます。一度こちらで合わせていきます。お醤油、みりん、お酒です。はい、そして一度合わせた調味料を鍋に入れていきます。はい、そしてこの調味料を煮詰めていくような形で絡めていきます。はい、ではこれぐらい煮詰まりました。では盛り付けていきます。はい、肉じゃがは和食の基本の料理なので、ぜひ覚えてくださいね。でも美味しそうです。少し緑色を飾ります。はい、これでどうでしょうか。はい、これで基本の肉じゃがの出来上がりです。和食の基本ですので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しいです。Hi, today's key phrase is brought to you by Wahaha Japanese Language School. 皆さんこんにちは。わははのえみです。今日の一言、輪切りにします。輪切りにします。また次のレッスンで